横浜 DeNA ベイスターズ対オリックスバファローズのゲームを、解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。赤星さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか注目ですよね。まあそうですよね。そういう意味でも 1,2 番バッターには注目していきたいと思ってますね。はい、その 1,2 番がどう活躍していくのか見ていきましょう。緩いボールできました。ボール先行です。高めの球、ストライクになります。ここは150キロを超えてきます。低めは外れました。外れました。先頭バッターを歩かせます。まあ走ってくる可能性も考えた方がいいでしょうね。はい、初球ランナーは動きます。走ってきた。キャッチャー二塁送球する。この場面で打ちました。京山アウト、ワンアウト。さあ、そしてバッターボックスには糸井が入ります。さあ、アウトカウントが一つ増えましたが、得点圏にはランナーが残っています。まあやはり先制されるのは避けたいですから、しっかり集中したいですよね。なるほど、そうですよね。牽制、2球目打ちました。大和が掴んで2アウト。さあ、そして打席には吉田が入っています。さあ、2アウトにはなりましたが、ピンチは続きます。まあやはり先制されるのは避けたいですから、しっかり集中したいですよね。なるほど、そうですね。さあ、2球目は何か、追っつけて打ちました。この打球は落ちそうだ。大和が掴んで3アウトです。2回表に入ります。バファローズの攻撃、バッターは5番中村。ベイスターズ、得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。里崎さん、ここはしっかり抑えていきたいですよね。まあ最悪でもね、引き分けに持ち込めるようにしないといけませんよね。ファンとしても非常に見応えのあるゲームになっています。ファウルになります。打ちました。ショート取った。アウト、ワンアウト。バッターボックスは6番加藤。京山、まずは先頭バッターを打ち取っています。流しました。よく取った。一塁へ、アウト。初球ボール、打ちました。大和アウト。これはチームの士気を上げてくれるよ。チャンスを広げていきます。さあ、そしてバッターボックスには伊藤が入ります。いいバッターが続きますから、ここは勝負どころですね。さあ、バファローズピッチャーが変わります。一打、最初は変化球できました。まあ今のはよく見ましたよね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。さあ、3球目は何か、低め、これは外れた。ストライク入りません。次が4球目、ファウルボールです。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーはサヨナラか、サヨナラなるか。バッターボックス高木、チャンスが広がっています。さあ、ベイスターズ一打サヨナラのチャンス。バッターボックスには代打の海老名。さあ、球場内が大いに盛り上がってまいりました。赤星さん、大きな山場を迎えましたね。まあベンチも勝負に出てますから、ここで決められれば最高でしょうね。そうですね、この大きな期待に応えたいところです。アウト。瞬時に素晴らしい反応を見せました。
ここでベイスターズ守備を変えてきました。3回の表バファローズの攻撃、得点圏にランナーを置いて迎えるバッターは8番の足立。ベイスターズ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。ここはゴロを出したいですよね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。バッター見送りましたが、内いっぱいのストライクです。ワンボールツーストライクです。惜しいですね。いいボールでしたけどね。はい、低めわずかに外れてボール。低め、これは外れた。フルカウントになります。左中間へ持っていった。ワンバウンドヒットになった。中継にボールが送られる。ファーストランナーもホーム。初球ボール、打ち上げた。ここはフライになっています。ショートフライ掴んでアウト。ワンアウトランナー二塁と変わっています。さあ、そして打席にはイチローが入っています。さあ、ベイスターズ、 DeNA ベイスターズ最後の攻撃になります。バッターは9番に入っている山田。ベイスターズビハインドで迎える最終回です。変化球打った、一塁送球、一塁アウト。ワンアウトランナー三塁二塁です。さあ、そして打席には桑原が入っています。打順がいいところなので、ここでなんとかしたいですね。さあ、アウトカウントが1つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。もう後がありませんから、何が何でも追いつかないといけませんね。なるほど、そうですね。低めにズバッと決まりました。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあ、どのように料理していくか。変化球打った、抑えた、一塁アウト。ランナー三塁二塁はそのままです。さあ、そしてバッターボックスには神里が入ります。いいバッターが続くところなので、なんとか決めたいですね。バファローズピッチャーが変わります。一打やはりピンチですから、初球も慎重になりますよね。なるほど、そうですか。もう一回持ってきました。審判の手は上がらない。ボール、わずかに外れています。ライトに持っていった、ワンバウンドヒットになった。サードランベイスターズ、ここはまず同点にしないと終わりですから、一塁ランナーは無理に動かない方が無難でしょうね。ただ 100% 成功する確信があれば走ってもいいですけどね。なるほど、そうですか。2球目は何で来るか。内へのスライダーはボールになります。低め、これは外れた。よく見ましたね。はい、ストレートわずかに外れてボール、スリーボールになりました。左中間へ、ここはフライになっています。最後は外野フライ、掴んでアウト。これで3アウト、試合終了。